私たちのチャンネルに戻ってきてくれてありがとうございます。もし私たちのコンテンツが気に入ったら、いいねボタンを押して友達とこの動画を共有してください。視覚的な出力を作成するために m a t p l o t l i b プロットをインポートする。配列と数値演算を扱うために Numpy をインポートする。 九の表を描画する関数を定義する。九の表のデータを計算する。プロット用の図と軸を作成する。データをカラーマトリックスとして表示する。 値を示すためのカラーバーを追加する。テーブルサイズに対応するようにクスティックスを設定する。テーブルサイズに対応するようにイティックスを設定する。1から n までの数字でクスティックスをラベル付けする。1から n までの数字でイティックスをラベル付けする。 セルを注釈するために行をループする。セルを注釈するために列をループする。各セルにその席を注釈する。プロットされた区区の表を表示する。 ユーザーにテーブルサイズを求めて N に格納する。ユーザー指定のサイズで表を描画する関数を呼び出す。さて、プログラムの実行を見て、結果を確認しました。この内容が役に立ち、楽しめたら、ぜひいいね、チャンネル登録。 そして共有をお願いします。さらに詳しいサポートやエンジニアリングのコンサルティングサービスが必要な場合は、eprogrammer.com を訪問してください。